A 渡る市は中華人民、共和国山日省雲城市に位置する研究市、山西省の西南の隅にある。市街地の南には中条山脈が東西に連なっており、市街地の西方には北から南へ黄河が流れ、その向こうは浅西省伊南市になっている。大道市と西安市を結ぶ道川の線は、A、ええ、渡る市街から川の周知へと東西に市内を貫き、 中城山を回り込んで南へ走り、条件の風量は出し沈んで、甲賀南岸に渡っている。2014年には、大西旅客専用線が開通し、高速鉄道で大道、西安と結ばれるようになった。加藤あるいは川中とも呼ばれた、この地は、八木比、龍草原、バインダの故郷として知られる。旧称は、ホハンといい、伝説では、 春の帝都があったとされる。進む崩壊後、戦国時代には義に属し、河の優と称した。新朝により設置された保安権を前進とする。前官によりカバの藩権、新台にカバの条件と解消されたが、五官が成立するとは保安権に戻されている。596年、隋朝は保安権を廃止し、加藤権が新設された。 1369年、明朝は加藤県を廃止、管轄区域は河野州の直轄とされた。1728年、清朝により河野州は河野州府に昇格、県域は永渡る居にちなんで長住県と改称された。1900年に発生した義和団の乱では、反乱軍を支援した皇族の昇進農災軍が8、各国連合軍の北京入場から、 川の州に避難し、自陣の刑を受けている。1958年には、英英渡る県、安優県、海恐れ県、林異県が合併して、運上県が成立している。1961年には、運上県より、長住県が分割され再設置されている。1994年1月に、研究市に昇格し長住市と改変、現在に至る。 長住の高工業は、軽工業が中心で、域内では、林、石灰石、石英砂、メノウ、白雲石、鉄、金、銅、鉛、亜鉛などを算する。また中国、北社集団の参加企業である AA 渡る電気工師があり、牽引電動機を全国の鉄道に供給しているほか、日立、東芝、g e など、外資の技術を取り入れ、 西安に日立との合弁企業を設けている。農業業では小麦、綿花、淡水魚が主な産品である。この地方の特産品はクワオチカバノガキ、硬貨代理魚など、ありがとうございます。